友情で書かれた手紙には、友情で報いることにして、源氏が来れば、人づてで話す程度のことにしたいとお思いになって、ご自身は、神に奉仕していた間、怠っていた仏勤めを、取り返しうるほど、十分にできる尼になりたいとも願っておいでになるのであるが、この際、にわかにそうしたことをするのも、源氏へすまない、反抗的の行為であるとも、必ず言われるであろうと、世間が作る噂というものの苦しさを、経験されたお心から、お思いになった。女房たちが、源氏に買収されて、どんな行為をするかもしれぬという懸念から、女王は、その人たちに対しても、お気をお許しにならなかった。そして、おいおい、宗教的な生活へ進んでお行きになるのであった。女王は、男の兄弟も、幾人か持っておいでになるのであるが、同福でなかったから、親しんでくるものもない。宮家の財政も、心細くなった際に、源氏が熱心な求婚者として出てきたのであるから、女たちは、一人残らず、結婚の成り立つことばかり祈っていた。